if you do have a chance today, please take some time out to give your support to our Better Stadium Fund.明治安田生命 J2 リーグ、この時間はモンテディオ山形対ジュビロ磐田、こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームはeフットボールスタジアムで行われます。今夜の現地ですが、シュート止めた。いやー、これはナイスセーブ。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。決定機でしたが簡単にゴールを割らせません。ちょっと伸びてしまいました。このボールをカットします。野田、右サイドへ振って、このパスがつながります。ここは下げます。熊本、野田、小野、南へ、チアゴ・アウベス、ここは人数をかけて奪いに行きます。もう一度組み立てます。山本、ワイドに展開します。これはいませんでした。サイドへ、山形ボール。野田、藤田へ。ここまでは両チームとも0対0。時間は前半中盤に差し掛かっています。金子、さあカウンターだ。鈴木へのボール、このボール奪いに行きます。さあ一気にカウンター、縦のボールを入れてきますが、これは合いません。松原から大きく前へ、山本、柔らかいボール、山田からドゥドゥ。おっと、このボールに触ります。伊藤、さあ左へ預けて、このボールをカットします。さあカウンターを仕掛けます。裏へ届くか、伊藤、流れを止めます。リカルド・グラッサ、ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。まだスコアレスです。さて北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。山形としては前半をゼロで抑えるということがテーマでもあったように見えたので、そういった意味ではまあまあの前半だったんじゃないでしょうかね。明治安田生命 J2 リーグ、モンテディオ山形対ジュビロ磐田、前半互いにノースコアのまま後半を迎えます。ではセカンドハーフ見ていきましょう。山形としてはダイブをしてましたからね、はい、ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。そうですね、いいでしょ。こうした切り替え、国分からスペースに出る、いいボールですね。国分からチアゴ・アウベス、国分、南、これ仕掛けるか。ここは必死の守備を見せます。いや素晴らしいですね、読んでましたかね。山形は2本目のコーナーキック、磐田はまだありません。ここは大きくクリアの対応。磐田はこれが最初の選手交代となります。素早いパスで攻め上がっていきます。
いいプレッシャーです。これはファールを取られました。およそ30メートルというところです。ブロックされます。セカンド拾えるか。渡ります。シュート。いやー、いい反応でしたね北澤さん。いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。さあ左サイドへ。裏へ出るか。自分で行く。松原から大森。横山。熊本。南へ。小野。速いパス回し。チェックを受けながらのドリブル。チャンス。岩田としてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。裏を狙っていきます。時間なくなってきましたよね。最後ワンプレーってとこですかね。山本。さあ金子。鈴木。 There will be 3 minutes at a time. 大森。スペースを使う。さあカウンタースピードを上げたいところ。抜けてくる。さあ南。スルーパスシュート。これなんというゴールだ。いやー、もう言葉がありません。いやー、なんという。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いやー、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。岩田はここで選手を変えます。ヘディングの得意な選手を入れてきました。これはロングボールを狙って。レフリー試合終了のホイッスル。1対0。激闘を制したのは山形。藤本、今日のマンオブザマッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。しかし北澤さん、最後まで全くわからない試合展開となりました。いやー、本当もう時間がなかったんですけどもね、最後まで積極的に攻撃しましたね。そしてしっかり決めてくるあたりもさすがだなっていうふうに思いましたね。そう。